はい。皆さん、こんにちは。今回はですね、テーブルやし、質問が来ていたので、ちょっと解説したいと思います。もう植物活発な季節になってきたんでね、いろんな植物皆さんやっていると思いますが、まあ、テーブルやし、100円ショップとかにもよく置いてあるので、お手に取る方たち多いと思います。そしてもう何度も言っていますけど、テーブルやし、めちゃくちゃ育って安いです。なので、 観葉植物初心者の方もね、安心して育てることができます。はい。今回はですね、このテーブル足なんですけど、やはり観葉植物日光をしっかり与えてあげないといけないという情報が出回っていますので、このテーブル足もですね、お日様が当たる場所とかに置いて管理されている人たちが結構多いみたいで、そしたら、 どうなりますか皆さんもよくわかりますよね。そう、これもそうなんですけど、若干葉っぱの色が薄くなってきたり、白っぽくなってきたりします。そうなんです。テーブルヤシはですね、乾燥にはめちゃくちゃ強いんですけど、葉っぱが結構ね、薄いです。薄いので、直射日光に当てたらですね、葉っぱ、白くなってきます。そして、カーテン越しの日陰とか言われるところでもですね、結構、強い。 日光がですね。なので、葉っぱが薄黄緑色になってきます。この辺にね、ないかな、テーブルヤシ。はい。えー、ここもね、ちょっと暑い場所なんで、やっぱりね、こういう風に、ほら見て。あ、これね、いいね。根っこが回り始めてますね。だいたいこの手前の色なんだけど、やっぱりここでほら、こんな感じになってきます。そして、このテーブルヤシの 再生、僕、えー、よく皆さんにね、見せていますけど、日陰、ね、テーブルやし割とね、単位性が強いので、こういう風になった場合、えー、割と日陰で僕はね、再生をしています、ということを言っていますよね。で、日陰に置いてたらね、戻りますか、とね、若干戻りはします、ね。若干戻りはします、テーブルやしちょっと見に行ってみますか。 いい機会なんですね。こちらのね。で、テーブル足は寒さに強いので、えー、冬の間もですね、こっちの暖かいところにわざわざ置かなくてもですね、寒い場所でも再生します。なので、こちらの、えー、ちょっと倒れちゃってますね。はい。お、お片付けしたので見やすくなりました。あ、日がね、結構入ってきてます。これ西日なんですけど、この場所で再生させています。はい。 どうでしょうかあ、これはね、また最近持ってきた子たちなんですけど、あれなんか少なくなってますね。あ、そうだ。寄せ植えで結構スタッフくんが作ってたので、えー、なくなっちゃってるのか。はい。あんま参考にならないですね。でも、ここでね、再生してたら、割と葉っぱはね、えー、緑が。 深い色になってきて元気になります。でもね、日陰なんで若干葉っぱはやわやわしいですね。なので、えー、2とは得られないんですけど、葉っぱの色が気になる人はですね、ちょっと日陰に置いて、置いてあげると、次から出てくる葉っぱですね。これが、えー、濃い葉っぱになってくるじゃないかなと思います。はい。あ、テブレーシュ、ここにね、おっきいやつがあります。お、珍しい。はい。これ、 これはね、あの、さっきのテーブル足を何年だろう。1号鉢に入れてもう育ててるんですけど、実はテーブル足こんなに大きくなるんですよ。ほら。ねえー、今、150センチぐらいあるかな、うんはいで。こんな感じです。で、まあ、こういう風に歩が入ったような感じにもなるし、合わせてあげるとね、えー、全然大丈夫です。はい、で、ここにね、 元気になったテーブルヤシ、えー、小鉢とか中鉢、小鉢だったものはですね、中鉢に入れたり、オーガスタと合わせたりね、ここ作ってあります。やっぱりね、こう、日が強いとこういう風になるので、がっつり日が当たらないようなところで育ててあげた方がいいです。寒さに強くて乾燥にも強いので、あれか矢詩なんかではですね、枯れるような場所でも、テーブルヤシは枯れずに冬越えしてくれます。 うん、でこういう風になった子たちはですね、全然カットしてあげていいです。どん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 出てきます。あ、で、暖かくなってきたりね、乾燥しすぎたりすると、こうやって花が咲きます。テーブル足も花はね、カットしてください。花はね、テーブル足つきやすいです。 こういう風なのついたら栄養を取られるからカットしてあげてください。こういう風な花をですね、ずっとつけているのも葉っぱにとってはあまり良くないです。白くなってきたり養分をね、取られたりするので、えー、そういう風な感じになるので、花が咲いたらね、カットしてあげてください。大きくなるにつれ、やはりこういう風な感じにはなります。で、暗いところに置いておくと、ふにゃふにゃの葉っぱになるので、やはり若干弱くもなるので、たまにね、 明るい場所に置いてあげる。がっつり火が強い場所じゃないですよ。窓からですね。全然火が当たらないところでもいいんですけど、ね、そういう場所でしっかり育ててあげると、元気なテーブ足ができます。そして荒れかやしとかもですね、再生結構やったりします、ね。テーブり足も何年かに一回太陽の再生工場に出して、これ今出したら真っ黒こぎになりますけど、また復活してね、綺麗な葉っぱ、ゴツゴツした葉っぱ出してくれます。なのでね、皆さん、 傷んだテーブルシあるときはですね、思い切って太陽の再生工場、今から暖かくなったらね、外に出してあげると、秋口にはね、割としっかりした詰まったね、テーブルシができますんで。これ皆さんチャレンジしてみてください。なかなかね、ヤシ系の植物っていうのは再生したりする人たち難しいと思うんですけど、やってみればですね、結構簡単です。で、まあね、2年越し、 とと思思ったらねいいいいんじゃないかなかます今から再生して秋口に8割ぐらい出来上がりますそれをですね寒い時期上手に冬越えさせますそして春になって新芽を出してバッと次の年に元気な状態ボリュームがあるテーブルやしを楽しめるような感じにするとこうやってねどん,どん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 大きくなっていきます テーブルヤシ、180センチとか2メートル級っていうのはあまりないので、こういうものをですね、自分で育ててみると、結構希少価値も出てくると思います。寒さに強いヤシです。そして、オーガスタなんかと合わせると、非常にゴージャスに見えます。傷んだオーガスタ、皆さん持ってる人はですね、こうやってテーブルヤシと合わせてあげると、これだけで 結構、しょぼいオーガスタがゴージャスに見えませんかね。オーガスタだけだったら結構しょぼいんです。で、これもちょっとだけオーガスタが3枚入ってますけど、その下にコルジリネあります。で、ペペロミアなんかも入ってますよね。こういうふうに皆さん、アレンジする植物としても結構万能な植物なので、ぜひテーブルやし100円ショップでね、簡単に手に入る植物です。でも皆さん、 100円より安い時がホームセンターでありますので、そこはね、いろんな場所を見て、探して、安くて元気なテーブルや塩を育ててみてください。初心者でも結構簡単にね、育てることができる植物です。群れは若干苦手なのでね、大きさに合わせて水分調整は必要になってきます。なるべくね、乾燥気味。 しっかり乾かすということがね、大事になってくるので、お水はしっかりあげて、その後しっかり乾かす。風も大事です。葉っぱの裏に肌荷がついたりすることもあるので、葉水も忘れずにやってあげてください。はい、じゃあね、えー、白くなったテーブル足、日陰に置いたら戻りますかということでしたが、100%じゃありませんが、葉っぱ、濃ゆくなることはあります。ぜひ参考にされて、 葉っぱ薄くなった人はですねやってみてくださいそれでは今回はこんなところでバイバイ